こんにちは、こんばんは、マンディミチルです。えっ、ー、と、11月、やっとやっとまた日本に行きます。 えー、私としては1年ぶりなんですけれども、今回ブルーノートは2回演奏する予定です。えー、最初は11月14日。その日は、えー、久しぶりに日本に来日する母、秋吉敏子のコンサート、ソロコンサートで、私がそこで何曲か参加させていただきます。それで20日はマンデーミチルソロコンサート。<laughs> えとブルーノートで初めてなんですけれどもあのその東京のブルーノートねニューヨークはやったことあるんですけど、えー、ブルーノート東京はソロイストとして初めてで超楽しみにしてます、えー、いつも、えー、日本に行くときに、えー、あのお世話になってるミュージシャン、えー、吉澤はじめさん on keyboard ピ、えー、P、ちゃん on the bass、えー、吉鈴木鈴木吉澤ヒン on the guitar それでタイラリック on the drums、えー、それで で、えー、今回はですね7月今年の7月に出したばっかりのアルバム演奏からの、えー、新曲を何曲か、えー、演奏します、えー、今回は初めて日本のお客さんが聴いていただく曲も入ってたりでもちろん昔の曲も、えー、何曲かポツポツとやる予定ですというわけで11月20日 Be There! ぜひぜひ来てください よろしくお願いします。